プロボクシング元 WBC 世界フライ級王者の内藤大輔氏49が16日までに自身の YouTube チャンネルを更新。もし、キックの振動、ナスカワ天心と元 WBO バンタム級世界王者のジェイソン・モロニーが対戦した場合の展開予想をした。モロニーは5月6日に東京ドームで開催された大会で元 K1 王者の竹井良樹に判定負けを喫して王座陥落。 その後、米プロモート大手、トップランク社のボブ・アラム CEO が、海外メディアフォックススポーツオーストラリア内でナスカワタイ・モロニーの構想があることを明かした。ジェイソンが日本で非常に良い,い印象を残したのは間違いない。だから、我々は彼を数ヶ月以内に彼を日本に連れ戻すことを考えている。そして、ケ井と同じキックボクサーだった天心と対戦させることを考えている。 それは本当に面白い試合になるだろうと説明していた。内藤氏は俺は場所にもよってだと思うけどと前置きした上で日本なら天心選手が勝つイメージができる。でもモロニーの地元なら天心選手は勝てないと思う。ホームとアウェイの関係もあるからね。ホームは有利だからねと予想した。そして海外で試合の場合は調整の難しさもあるという。試合の時間も違うし、 練習の時間も違うからその辺の調整も難しい。日本でやるとは全然違うと語った。